はい、じゃあ今ちょっと反応を見た感じ、クランクでねローインパクトと、スプーンでボトム付近と、クーガーでと、あとワイドのでちょっと表層よりちょっと下で当たったっていう感じだったんですけど、比較的今狙うのね、自分の中でちょっと表層付近やった方が結構幅広がるかなっていう感じなんで、ちょっと主板シャット入れてみたいと思います。これもねレインボートラウトを効率よく取るためにっていうことで、コンセプトで作ってるシャットなんですけど、表層付近結構スプーンでもダメでクランクでもダメでって言った時にこれ入れてね、ちょっとねこう沈めて浮かして沈めて浮かしてっていう、もう本当にデジ巻きで巻いて止めて巻いて止めて浮かせるっていう感じで魚狙えるシャットで、結構簡単なねシャットになってますんで。これもね 2m で60センチぐらいっていう感じのシャットになってます。なんでねほんとねシャロー系なんですけど、基本直線的にパパパパパッと、ちょっと普通のミノよりもやっぱシャットって言ってるだけちょっとね動きはウォーブリングが入ってる感じで、それで引きつけて食わせるっていう感じで、今ね見てもらうって分かるように動かし方はこう巻いてちょっとロングステイさせて浮かせて、また巻いてロングステイさせるっていう、これがね基本になってきますね。最初ちょっとねこの強めの、さっきグリーン系で釣れてたんですけど、ちょっと結構リアクションも多いバイトが多いルアーなんで、ちょっと蛍光ピンクでねちょっと試してみます、ね。でルアーってやっぱりね普通に巻いてたりするだけもあるんですけど、この操作感、これってね一人一人のオリジナリティがすごい強くなるんで、やっぱ自分なりのルアーのこのルアーの使い方って。基本はねメーカー歌います。こんな感じでやってくださいねって言って、ただやっぱりイベント行ったりするといつもこういう感じで僕使ってたら結構釣れるんですけどって言うと、僕らもね勉強になることが多いぐらい、そのぐらいオリジナリティっていうのも結構大事になってくるので、あくまで操作してあげて魚を導いてくるのがルアーなんで、結構ねその辺は想像力を豊かにやってもらった方がね結構いいことがあるんで。おっと当たるな、ちょっと深めだな、当たりは出てますね。ごめんなさい、来た来た来た、ごめんなさい、マイク引っかかっちゃった、ごめんなさい、バレちゃった、ちょっとごめんなさいね、今マイクのねよいしょ、ちょっとパターンとしてありますね、これはね。よいしょ、ねちょっとデジ巻き風でやってちょっと反応ないので、これにちょっとした、僕なりの使い方アレンジですね。これで巻いてちょっとロッドアクション入れてあげる。そうするとパーって潜って浮く前に一回ちょっともうちょっと強めにね暴れてくれるんですね。巻いたら自分が動いてロッドアクション入れると自分自身がちょっと場所を移動するっていう感じで、それでねちょっとアプローチしていってみたいと、こういうののね組み合わせで本当に主板シャットすごいハマっちゃう時が結構多いので、ただやっぱりねボディ自体もちょっとサイズも大きくて引きつける力は非常に強いんで、できるだけその釣れ続いてるパターンに何かアレンジ入れてってあげた方が釣れ続く時間は長くなります。ずっとね同じ動き見せてると、結構全体的にロングビルの、シャットになってるので、できるだけねその釣れ続いてるパターンに何かこうアレンジ入れてあげて、ちょっと釣っていくような感じ。